スマップの全盛期は誰も超えられない。まず単純に顔が全員イケメンです。中居正広は木村拓哉に2枚目キャラを任せ3枚目キャラに徹しましたが、実は超がつくほどのイケメン。デビュー当時はグループで一番人気でした。木村拓哉は言わずもがな日本一のイケメンですが、稲垣吾郎もスマップ以外ならセンターも晴れるほどのイケメン。香取慎吾も最年少ながら最も高身長で不足沼な顔をしています。そして特筆すべきは草薙剛の伝説の隣木です。あの優しいイメージの草薙さんがピアスをつけバチバチに決めている時期は最高です。ですが天然でグループ一面白いところは健在。詳しくはコメント欄からご覧ください。神回です。